段階的にこう縛りを入れてくるっていうことは、既存の財務の内容のうちにしっかりこう設備投資をやっておかないといけない。熱血コンサル基礎産業。リース会計が変更に、2026年度にも資産計上、経営の透明性向上へ。この話なんだけどね、どういうことかというと、例えばトラックとかね、リースにするってことになると、その資産からこう全部省かれ、資産と負債から省かれてたのを全部入れなさいってことになったんだよな。これいろんな問題起こるよね。俺はね、ちょっとまだこの記事の内容からちょっと把握できてないのが、これ3代目書いておるっけ、なんか資産の部って、あれ自家会計しなさいいうふうになっとる、これ。書いてない。書いてないよね。これどういうことかというと、これなんかね、汚いんだよ、だから。自家会計、普通、こっちも減価償却してて、こっちも、要はちゃんとそのリースで落としていきなさい、という話になった時によ。バランスシート上に上げてなかったものが上がってくるってことになると、今まで資産超過だった先が債務超過になる可能性があるってことや。そしたら、今までの税金払わんでもええんかねっていう話になるよな、これな。うちはよ、例えば、資産は逆に言うと車5年償却なんだけど、そしたらそれに対してリースの期間は7年とか10年とかでいきますよ、みたいな。これ節税になるかもしれんな。債務残っとって資産はゼロになってるわけよ。逆にその儲かっとるところがそこと調整されちゃうから、バランスシート上で見たら資本がやられたりとか。あともう一つあるのが、あれかね、事業承継したりするときに会社の価値を下げる、いいまあやり方になるのかなと。悪いことばっかりじゃないんかもしれんけど、その税務の面との絡みっていうのが今後注目されるところなんかなと思いますけど、知っとる人がおったら教えてね、これ。ちょっと下に書いてね、俺に教えて。ちょっとようわからんわ、これ。だけど、財務上、こう、そこに載せるってことになると、難しい問題が出てくるような、調達しにくくなるよね。で、これいずれこの方向に行くのかな、と俺が思っとることがあるんだよな。これこれ言っていいんかな、うちもやってるんだけど、リースって貸金業の対象じゃないじゃん。だから利回りが高いはず。だからその俺もセール&リースバックをよくこうやるんだけどね。それだって融資でやってもせいぜいっていうところから考えたら、それよりもだいぶ高く取れるいう良さがあるよね。だから一回全部資産負債計上させます。でこのリース資産と負債に関しての平均利回りがどうなんですかっていうところを取ります。そうするとそこから段階的に点を切ってって、その利回りを規制で下げていくってことになるのかなというのは考えとる、実を言うと。これちょっとあれかもしれんね、富裕層の人はよく気付けとかんといけんかもしれんね。逆に言うと、そのお金を調達したいっていう債務超過におる人とか、運送業とか建設業関係の人っていうのは、今お金借りとかんといけんってことで、これもう目いっぱいこう設備更新いうのをしときなさいよってことなんだよな。これそういうこと。今してないとだんだん厳しくなる、これ。これちょっと言いそうだったな。某銀行があれなんだよ。銀行の格付けとリースの格付けが一緒になったらしいからね。それってそういうことだよね。だから銀行の審査基準と同等ぐらいのその考え方で、その審査を取り組みますよっていうことになるから、もともとリースって物に査定が行くんだよな。実言うと。だから、例えば、あるじゃん、最近、俺が大好きなレクサスの RX ってやつがおるわけよ。RX は、1000万でしょうか。だけど、その市場の価格でいくと、1年落ちは700万です、と。いうの、わかるじゃろ。普通の貸金と違うとこはそこなんだよな。なんかあったら、それ売却して回収しちゃえばいいでしょ、みたいな考え方だよね。だから、その辺の考え方がちょっと微妙に変わってくるかなという。思います。だからこれどうなんだろうな、また新しいスキームっていうことが今後出てきたりとか、結局前いたちごっこになるんかもしれんけど、やっぱりそういうふうにこう段階的にこう縛りを入れてくるっていうことは、やっぱりその今この既存の財務のこう内容のうちにしっかりこう設備投資をやっておかないといけない。逆に考えると設備投資をしっかり促そうとするための施策なんじゃないかなというふうに思いますよね。今回の会計
変更で、まあ、リースに関して、まあ、資産と負債に計上がされるということになると思うんですけども、そうすると、まあ、固定資産の部が大きくなるという形で、まあ、それに伴って純資産ではなくて固定負債も増えてくるということになるんじゃないかと思うんですけど、そうすると今まで考えてたの長期債務償還年数っていうところを考えるとだいぶ年数が長くなる会社っていうのが増えてくるっていう形になるんでしょうか。まあ、そういうことになるよね。だって固定資産でかくなって資本が増えるわけじゃないもんね、なんかそれだけちょっと厳しくなってくるよね。リースまで入れてて、あ、でもねこれねやっぱりこう段階的な計画でやってんのかなというふうには思ったんだよね。どういうことかというと2020年か21年にはもう今さっき長期債務償還年数って言ってた金融検査マニュアルが廃止になったから、でその後で自由にまあ引き当て金を設定できますよっていうことになって今回の話になってる、ね、で基準いうかベースは変えるんだけど引き当て金の引き当ての仕方っていうのはおのおのでやってねっていう形になってるから、だからそれがどういうふうに見るかっていうのは各銀行でこう変わってくるから、銀行によってプロパーの融資の打ち方が大きく変わってくるっていうことがある。でそれでまあその一つこう要はばらつきが出てきてもいいように軸を変えとるってことで、そうすると長期債務償還年数が長くてもうちはやるよやりませんよっていう銀行が分かれる。これどういうことかというと融資で儲けるっていうふうに決めとる銀行とそうじゃない銀行が分かれるってことだね。ということはどういうことになるのかっていうと、今までこう要はメインバンクだって俺は思ってメインバンクだみたいな DA みたいな思っとったところが違うようになる動きがあるってことよ。やっぱうちはもう今後ちょっとやめますね、もう縮小方針ですみたいな、ちょっと言いそうだったよ緑色の銀行みたいなことになるんよ、なんかねちょっとしたことすぐもう手のひら返すような銀行になったりするんだよね。まあそういうふうな感じに、まあ、の銀行が出てくるっていうことだと思うので、ということはやっぱりよりこう資金調達の手法っていうところを身につけとかないといけないってことになるんだよね。いつもうちの動画ってこう銀行の資金調達っていうところをメインに考えたり財務を勉強するために見てるっていう人が多いと思うんだけど、だけど今後やっぱりうちの会社っていうのは銀行以外の資金調達っていうところに商品をかなりラインナップを持ってる会社になる。だからやっぱりそのうちの会社のことの状況を知った上でこんな商品があるんかっていうのは結構多いからね、運用しようと思っとる人もぜひね言ってみて、見て覗いてみてもらえたらいいなと思うというところがあるんですよね。そういう中でいうとグループコンサルなんですよね。山本がねもう実を言うとこう治療の関係もあったりとか普段のこう生活の状況とかねそういうことを考えてもうほぼほぼ YouTube 以外の SNS をやりません、実を言うと。だからもう YouTube 以外のその SNS をやらないってことはグループコンサルから出ないとなかなかちょっと直接俺と話をするってことが難しいと思う。12,000円です。6ヶ月間ぐらいやってる人が多いかな。まあでも長くやっていただいてる人もいます。で大体80社ぐらいいるという状況、200社ぐらいまで増やしていきたいかなと思っております。まあいろんな交流が図れるようになるので100社とかこうやって木出したらもうあれかな、オフ会とか頻繁にやるようにしたいとは思ってるんですけども、ご興味のある方ね、今回は資金繰り資金調達っていうようなところも設けてますので、この社の概要欄からお問い合わせいただければと思っております。それで今がねちょっとしんどいとかね、赤字体質からなんとか抜け出したいとか思っているような方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。事業保険代理店など協業コースというメンバーシップを作ることになりました。お客さんのね、顧客の相談であるとか顧問先のですね、そういったところも包括的に弊社と一緒に解決して、よりコンサル力をつけていきましょうというコースです。ご興味のある方はこの社の概要欄のその他っていうところがありますので、そちらからお問い合わせいただけると、こちらでちょっと一度ね進め方についてもご説明させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り資金調達でお悩みの方、補助金助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。